今からアンコールワット行きます。眠いね、お互い。チケット売り場に来ました。もうすでに観光バスやらで賑わってます。はい、アンコールワット遺跡群を回るための1日券をもらいました。2人とも朝眠いので指名手配犯みたいなことになってますが、時間がないので急いで行きます。怒ってるように見えますが、とても元気だそうです。あ、行くんだこれは。ポイントごとにチェックがあります。Thank you. もう少しずつ日が出てきてます。中まで来ました。みんなタイミングを待って、観光客がいっぱいですそうね、なんかグループによってさ、待つ場所が違うからどこが正しいんだろうって思うよね。そうだね。穴場なのか。まあでもここだ。こっちで待ってる人もいます。湖面に映るのが綺麗だそうです。待ちます。まっすぐ続く道です。日が少しずつ出てきて綺麗です。アンコールワットの朝焼けが水に映るのを見たくて、みんなあんな感じでいます。暑くなる前に中に入っていきます。お腹すいた、眠いずっと奥まで続いてる。思ったよりすごく大きかったです。このくらい人間サイズ。アンコールワットは広すぎて紹介しきれません。朝一で開門したので皆さん列に並んでます。今から上に行きます。上はこちら。パルテノン神殿のようだ。いい、俺これで。階段はこんな感じでした。すごい急です。下以上に上もすごく綺麗、ね、ここまで攻め込む必要もなかったんだろうね。神様の顔とかすごい残ってる。しっかり残ってるね。中央の中にはこのような仏様が2体いらっしゃいました。中央塔から見える景色です。見つけた時どうだったんだろうね。ねえ、中央塔にはここに昭和16年って書いた落書きもありました。見つけたぞ。鳥が住んでるようで、このように鳥の雲。はい、今からここ降ります。ゆっくり。気をつけよう。いい、どうぞ。サルです。ゾウもある。ゾウもいます。では次に進みます。兵隊とかと一緒だね、これも。首がないね。わからないけどみんな踏んでます。多分これが建物の中心部だと思います。みんな並んでるので次行きます。この先に中央塔があります。でそこにこの部分があって、
なんかみんな踏んでるので大事なところでした。アンコールワットのところに猿が来てます。400年ぐらい前の日本人の落書きを探してたんですけど、猿が来てパンを持ってると危ないので先に進みます、そうだね。猿がいました。あっちの上にも登ってる、屋根の上。掃除をしてくれてる人たちがいます。おかげで綺麗に見れました。モーカがすごい楽しんでくれました。よかったです。次へ向かいます。アンコールは行きます。アンコールトムです。本当はこの前に1個行きたかったんですけども、ちょっと逃してしまいました。道は一方通行なので、とりあえずこのまま先に進みます。あんまりゆっくりご飯を食べれなかったのでちょっとイライラ気味ですが、目の前にあるのはバイオン寺院ということで、そちらに向かって行きます。まさに今日本が関わってるようです。バイオン寺院にも猿がいました。なのでパンとか置いてきました。中に入っていきます。この壁の壁画は全部で470メートルあって、その当時の王国の歴史とかが刻まれているようです。中にはこんな感じで顔が描かれています。あ、やばい。アンコールトムの方が好きかも。わあ、でかい。何これ、動かせるかなってやつなのかな。アンコールトムでした。アンコール…あ、違う、バイオン寺院の近くにもいくつか遺跡が残っていました。点在してます。笛の王朝みたいな。3つ目です。この先崩れた。あ、すいません、睨まれた。いや、糸、あのー、この崩れちゃったところもありますが、こちら側は比較的歩けます見せてくれない。あ、でもこっちもそうだね、ちょっと修復中だったり壊れてるのはちょっと多いです。遺跡の隙間から木が生えて、もう切られてしまったみたいですけど、建物を圧迫してますね。続いてこちら、ニークポーンです。この橋を渡った先にあると思うので行ってみます。泳いでる人いる？いないだろう。いるよ。水没林が広々と。ここは北海道みたい。これは池じゃない？池？はい、ソム元僧侶さんのお家だと思われます。行きます。アユタヤの遺跡を思い出すような形です。入ります。奥までずっと同じような部屋の作りで続いていますね。ちょっとなんか大体どこのところも
こちらもミーソンの遺跡群に似ていますが、かなり残っている部分が多いです。トモカはゾウと一緒に写真ビデオ。早起きしすぎて眠くなってしまいました。よく頑張ってます。おはようございます。中に入ります。バンテアスレイに到着。このまっすぐ道と脇にあるこの柱もワットプーとすごく似てます。バンテアスレイ遺跡に来ました。ここはなんかバリ島みたいなちょっとおしゃれな彫刻がされてると俺は思います。奥までまた続いてます。We run to see what happened. Huh? And sit down on the lake and sit down on the lake as well. 奥の猿がトモカは気になる模様。かわいい。He saw the now one thing up on Tangela. He put the right toe.入り口付近はお土産屋さんがたくさんでした。ここは今までで一番大きいお土産屋さんかなと思います。ダントツだね。うん。30分かけてまた別のところに行きます。街中の方に戻ります。行くぞー。寝るな。本日何箇所目かの場所で。この角度の階段は見たことがあります。大きすぎる。またもや急な坂を登ります。登りきりました。上から見るとまた迫力が全然違います。すごいね、この一個一個のレンガが乗ってるだけに見えるけどさ。ね、計算されてるもんね。ももかは下りが苦手。牛の音に気を取られて今から転げ落ちます。ここの遺跡にもありました。これは一体何なのでしょうか。入り口、こちらタプロームです。クメール王朝最盛期の王が建てた仏教寺院。崩れてしまった一部分も広がっていました。映画トゥームスレイダーでも登場するこちらです。建物の上から木が生えてます。映画トゥームスレイダーにも出てくる建物と木の融合です。暑い、お腹空いた、プールに入りたい、眠い。すごすぎる。わあ。今日もまた同じレストランに来ました。春巻きと焼きそばがまず届きました。春巻きは揚げにしました。初めて。あと今日はもう頑張ってるので2人ともフルーツシェイクも。あ、そうだ、変わりました。楽しみ。そろそろ出てまたどこかへ行きます。今からバスのチケットを買いに行きます。明日ついにカンボジアを出てタイに行く予定です。多分8年前に泊まったことがあるゲストハウスありました。ちょっと改修されたりとかでドミトリーはなくなっててだいぶ綺麗になっちゃってました。
値段も高かったので行かないです。隣のこちらもありました。デューティーフリーでお買い物しようと思ったらちょっと買えそうなものはなかったです。ブランド品は揃ってました。では次はバスチケットを引き続き探します。今バスチケットを探しています。宿周りちょっと探します。頑張ります。やばいっす。ここがシムリアップのメインのバス停みたいでした。ただチケットは高かったので戻ります。バス停の近くにはアンコール大学がありました。ちょっと小ぶりって感じだね。うん、わかんない、奥はアパートみたいです。そうだ、ね、見た感じ。前来た時に5ドルで食べ放題ってあった韓国料理屋だと思うところがありました。中身は綺麗になってる感じするけどほとんど変わんないと思う。今回は高くなってるので行きません。はい、初めて飲ませてもらってます。ガンズバーグいただきます。美味しいよ、本当に。軽い、軽くて美味しいね。ありがとうございます。当たりました。当たりが出ました。当たりと1ドル。日本にいた。牛肉。ああ、美味しい。柔らかい。柔らかい牛肉が。これも当たりました。これはシンガポールのアンカービールです。すごい。アンチョビア。シンガポールから。行きます。あ、そうね。でも、お疲れ様、カパー。ありがとう。ありがとう。みんなごちそうしてくれてます。イエーイ。どうぞ。最後の晩餐もいつものここで食べます。気持ちチャーハンは多めに作ってくれたんですけど、お互い飲みすぎてお腹いっぱいなので。私は食べます。はい。俺はあんまり食べられない。結構飲んだもんね。2リットル以上飲んでるね。はい、すいません。いや、一回もうおすすめだよね。100おすすめ、うん、ぜひ。これが1ドルです。絶対美味しい。ゆうがスムージーを頼みました。美味しいね。美味しいね。何回でも言います。ここは本当に良かったです。ありがとうございました。俺は特に酔っ払いました。なので今から帰ってパッキングをしてシャワーを浴びて早めに寝ます。明日の準備もしよう。いいよ。